はい、突然こんな画面から失礼します。ドラゴンクエスト7実況プレイのパート 11C として、やっていきたいと思います。ですね、まあちょっと、レベル撮影始める前に、レベル上げようかなと思って、データを起動して、街から出て最初に出会った一匹のカラクリ兵を倒したらこれということでね、起動してわずか2分の出来事です。鉄の斧を入手しました。はい、で撮影外でもねちょこちょことレベル上げしてたんですけれども、まあそんなに上がってないけど、実はこの鉄の斧ですね、2本目なんですよ。いやー取れちゃったよ。てなわけでこの鉄の斧はキーファにでも持たせておきます。はい、で今回攻略していくこちらのフォロット編ではですね、そんなに冒険というかダンジョン攻略のようなものが、まあなくはないんだけども、そんなに深いダンジョンってわけでもなくて結構さらっとしてるので、まあ今回は予定当初の予定通りレベル上げかなというような感覚です。はい。多分30分ダラダラとレベル上げを行っていくと思いますので、お付き合いいただければと思います。とりあえずそうですね。まあ主人公のレベルが13くらい、を目指してやっていきます。いやー鉄のた、あ、この斧のドロップは別に初めてではないけど、なんというかまあなんだろうね、別に2本3本ドロップするのも珍しいことじゃないんですけど、試行回数まだそんなにかかってないんでね。あ、やべ、ちょっと足んなかったかな。12ゴールドだね。こんだけ手早くドロップできてたならむしろいい方ではないでしょうか。いや、すごいみみっちい方法で金を稼ごうとしてるよ俺。毒消しと本作結構重要ですからね。はい、いやーこれでなんつうかしばらく武器変えなくていいな。街出てこの辺で最初に出たカラクリ兵殴ったらドロップだもんな。まあまあまあ、日頃何かいい行いをした覚えもないんですけどね。そうですね、レベルが到達するか、ここで購入できる最高の装備が揃ったら行こうかな。だからまあ2000ゴールド2000と、3800ゴールドくらいか。鉄の斧2本分だな。鉄の斧換算。そういう金策的な意味も込めてカラクリ兵を引き続き狙います。ガボンに装備させてもいいしね。
この杖。確率128分の1だよ。これもう2本入手しちゃったってばさ、言ってしまえば確率的にはね、ドラクエ6で言ったらキラーマシン2仲間にしてるぐらいよ。まあ、なんだろうな。ドロップ率は結構低めに設定されてはいるんですけど、この地方そもそもカラクリ兵結構出てくるし、あまり、他のモンスターと同時に出てくるってこともそんなに多くなかったりもするので、結構ね、アイテムドロップの反転が行われた時に対象になりやすいってのがあるんで、割と、入手する機会は多いんじゃないかなと思います。他のレアアイテムとかに比べれば。下手になんかなんだろう。出現率ほどほどで、ドロップ率で64分の1とかより、なんか体感的には入手しやすいのかなっていう感じはする。さすがに、これでこう作業しててもう一本ドロップしたらもうさすがに気持ち悪いぐらい。結構出るんだよね。でもこの鉄の斧装備しちゃったらもうカラクリ兵の装甲なんかもうねえ、この辺の雑魚と変わらんよ。よしよし。経験値もうめえしな。まあこういう風にレベル上げがてらカラクリ兵狩るのはいいけど、ここにずっと居座って鉄の斧ドロップするまで粘るみたいなことはね、まああまりおすすめはしないかなっていう風に思ってて、別に無理にここでドロップ狙わなくても少し進んだところで一応買える装備だし、なんなら多分ほぼほぼ同時期にちょっと工夫することでね、鉄の斧よりも強い装備っていうのは普通に手に入るので、まあ、ここでレベルを積むのず永遠狙って、公害のレベルになってしまって、いざ、ダーマ神殿にまで行って、職業ついて、でもレベル上げ、ここでレベル上げすぎちゃったから、熟練度上がらないなんてなるくらいだったら、まあ、ほどほどにね、手に入ったらラッキーくらいでやった方がいいんじゃないかなと思います。経験値1体あたり62ポイント、なかなかいいね。
マリベル回復早くない？全然金たまんねただ僕未だに革の鎧だもんな。一応この森を修行場所に選んでる理由は特にないです。ちゃんとこうここがいいんだよっていう説明できる部分は特にないですなんとなくこう町から近いし、体感この辺なんかカラクリ兵出るような出る結構高いような気がするぐらいのやつなんで全然何もおすすめするような部分はないです。多分どこでやっても一緒です。カラクリ兵はそうだね、ダーマ神殿到達前というか、まあ、到達前で合ってるかな。で、普通に出てくるさ、古敵の中では、経験値もお金も、一番、多くもらえる敵だしね。まあ、なんだかんだ自分もね、運よく2本手に入っちゃってますけど、3本目、4本目以降、まあ、売ったらその分、1個あたり2000ゴールドで売れるっていうことでね、金策にもなかなか優れてたりしますけど、まあそれはもう、それ相応のね、幸運が絡んだ時にしか、ね、そんな利用方法することはないでしょうけど。一応2本手に入っちゃったからね、3本目はどうしよっかな。仮に手に入ればの話ですけど、まあ、ガボ用でもいいっちゃいいんだけどね。2本あれば十分だし、なんかガボはなんか普通に、ねえ、ホエロ使ったり、ブーメラン投げたりっていうことでね。メインアタッカーではないですもんね。なんでもし3本目手に入ったら金策用に使うのがいいかな。その次超えたあたりからだいぶね、金策も楽になると思うんですけど。
カラクリ兵が出なくなってきたな。武器強いから適正レベル1個2個下げてもいい気がする。キーファの HP が3桁に突入。レベルで HP10 上がったよ。守備力的にはなんかガボよりマリベル前でした方がいいような気もしてきたな。でもどうしてもやっぱね、装備品がどうしてもね、なかなかいいもの装備できないのでね。どうすなら最後に倒したい。あんまり見ねえだろうけど。違う、気が痛め。黙ってて。MP なかった。2回コードだから意味ねえ。さあ見せてくれ。おお、61ダメージ。気合痛めはね、バカにできませんからね。そう、一応このショーのボスはですね、キーファがこの気合痛めを覚えてるか覚えてないかで結構難易度影響あるんでね。ぜひ最低でも12まで上げとくとね、安定感が増していいと思います。間違えた。火力に余裕がありすぎて火炎切り使おうとしないもの。
やっぱガボは斧を装備させてこうやって削りでね貢献してもらうのが一番。適してるね。誰よりも先に行動できるもんな。完全にカラクリ兵殺しに行ったな。マリベル頑張った。もうちょっと頑張れば甲羅の鎧くらいは買えそうだな。無理に買わんでもいいものだと思うけど。びっくりしたレベルアップの演出か。びっくりした。またドロップの判定来たかと思った。はい、まあ、レベルも12まで上がったしね、とりあえず今回ここまでにして次回話進めちゃいましょうか。イベント中1個ぐらいレベル上がればいいと思うけどな。甲羅の鎧が880でしょ。多分足んねえな。こっちはねえし。90、あ、革の鎧売ったらいけるな。うん、分かった分かった。キーファの革の鎧を売って、キーファに甲羅の鎧を買います。オッケー。あれ、俺ってこの街の中探索したんだっけか。見たっちょ見てよね。うん、鳥で内部だけ見てねえのか。オッケー。
というわけで、今回はここまでさせていただきまして、次回から本格的に、フォロット地方攻略に向かいたいと思います。ではドラゴンクエスト7の実況プレイのパート11、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。